って言われたくないから。違う。抱けない人は抱かないよ、お金もらっても。うん。そうよ。だからゆりあちゃんが50万って言ったら断る。ビジネスセックスいいね、興奮してるね。なんかビジネスでも抱ける人やったらビジネスできる。お金で男を買っている。あーって自分が優位に立ちたいんです。わかんない、どういう性癖なの。うるさいよ、近所迷惑だよ、すいません。開かずはちょっと洗脳されたい系だから、うん、もう私の教祖になってくださいっていうの、神になってくださいって。依存系だ、うん、ゆりあちゃんはそこら辺は依存系だから、ね、共感できるからね、うん、それのちょっとジャークバージョン、ね、うん、すごい一方的片思いみたいな。両思いにならなくても。あれどうだったんですか。なんかやっとさんのストーカーの友よとか。ああ、友よはもうそう。ゆりあちゃんの第2号みたいな。それ知ってるんだ。知らなかった。遊びた時は3日連続家来てさ。その TikTok にしたら650万再生した時かもあったから、そこはめっちゃバズったから感謝してるけど、でも普通に配信外に来るから俺動画撮ってて。あ、それ怖いですよ。で晒す目的であげたらバズっちゃったって。食べ物足ります？警察にも言ったしな、被害届出して。でゆりあちゃん2号って言われてる。これむしろ食べなこれ。でゆりあちゃんと違って友よはちょっと悪賢かったよ。ここまでやったら捕まるっていうラインを超えてこない。あ、そうなん。ゆりあちゃん超えてくじゃん。犯罪みたいなするじゃん。電車とか。それの友よはちょっと悪賢いバージョン。だから俺が何回も警察に。渋谷でなんか揉めたとか言ってました。そう、渋谷でビンタされたやつも被害届出したけど無理やった。捕まってない。あそこまでやられる。そうでライブ来てるしな。あ、来てるんだ。でライブも出禁とかしたいけど、いちいちこの人だけ出禁っていうのもなかなか難しいから、お金になるし。そう、まあお金はまあ一人分だから、ライブ一人ぐらいね、別にまあ邪魔しないからさ、おとなしいから許し、そこはライブ来てほしいし。友よさんにブロックされてた私。なんで？いや、同担拒否だって。あかずちゃんもやっちゃおしだからなんか嫌みたいな。何それ。うん。やばいね。それ前はすごい仲良く。でもグミちゃんと仲良くしなかった？僕はグミ、あれじゃない、私は金を払ってセックスとかしようとするからやっぱ嫌なんじゃないですか。あ、そういうこと？うん。わかんない。そう、グミちゃんとね、友よさんとやっちゃおさんのライブ行った時めっちゃ楽しかったんだよね。なんでやろうね。友よさんが胸ポケットにストゼロを入れて踊り狂って後ろのお客さんにビチャビチャすぎながら。そういうのもあったね。めっちゃおもろかった。それで泣いちゃったんだよ、リスナーさんがね。で、やめろって言って。俺のリスナーさんロックオンしてさ、ディスるからさ。あ、それ嫌ですね。まだゆりあちゃんはさ、リスナーさん愛深いじゃん。リスナーありがとうって感じでさ。そう。だそこもあるし、ある程度ね、素直なところは俺は認めてる。でもなんか、俺がこれやったら、捕まるよとかやっちゃダメだって全然言うこと聞かんから、そこはイライラする。こうしたらいいのにな。ああ、すいません。でもそれがでもバズってるから、まあそれもいいかも。自分は思ってるんだからいいじゃん。いや、なんだかんだね、みんな注目。ヘズマリュウみたいな女ばそんな感じよ、ゆりあちゃん。どこでやっていくかやな。俺は YouTube をおすすめするけどね。ああ、ゆりあちゃんの男性のタイプは結構わかんない。タイプ金バエさんとか。ここでつながったらさ、ナーボ忘れるから金バエちが引き取ったらいいじゃん。ゆりあ編は金バエさんの立場忙しくないもん。俺は赤ずちゃんが好きだ。じゃあ赤ず編がいいんだ。赤ず編行きたいって。どう？今日もう抱きたいね。もっと飲みましょう。やい、今日だから亀有行きな。ちょっとぐいぐい赤ずちゃんを抱きたいから亀屋に行けな、今日。スイ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 。え、ガチで嫌なの？え？亀屋に行けるでしょ、でも。イベントってなんだよな。あ、そうなのか。いや、ふわっちできるじゃん。俺いなかった。だから、亀屋に行けば、ふわっちできる。ね、亀屋に行ってもいいけど、でも、整理なんだよな。だから、やる気満々で。深夜中の風呂場で。なんでここでやるんだよ。でも、配信やりたいって。私、金バエさんと配信外でちゃんと話したい。ああ。いろいろ誤解してると思うし、なんかいろいろあったから。でもそのいや、もう赤津ちゃん過去のことなんかいいんだよ。俺赤津ちゃんの今の掘り返してきたじゃん。未来を見ていや、それは私が未来見てるけど、やっぱりいろいろあったから、やっぱり私は金バエに対して複雑な気持ちありますよ。人間に過去なんてないんだよ。エントロピーの増大の法則によって。何それ。エントロピーの増大の法則。宇宙の話。宇宙は膨らんでるみたいな話、広がってるみたいな、乱雑な方向に進んでいくの。そこは話合いそうだね。エントロピーの増大の法則だから。もう過去なんて興味ねえんだよ。掘り返してきたじゃん。絶対言われると思ってた。今そんなもんいらない。絶対言われると思って覚悟してきたから。だから俺は今開かずとセックスをしたいだけなんだ。それでいこう。それだけでいいんだよ。エントロピーとどう関係してるんですね。開かずじゃん。はい、セックスをしたいだけなんだよ。この人も性欲強いから、ね、俺の17センチの性欲誰にでも強いわけないし、タイプな人にってことか。14センチのチンコをぶっ込みたいだけ。一般派がどんなチンコかはどうでもいいけど、14センチ、それで配信外で話せるならいいんじゃない。これをうやむやするともう手に入れられない。14センチのチンコ。ゆりあちゃんも歯がないんでフェラとかうまそうでどうですか。確かにめちゃお口でも痛いってたまに言う。痛いな。歯がないのに。歯がないから気持ちいいんじゃないですか。ゆりあちゃんは顔がタイプじゃない。タイプじゃないんだ。あれでもラブホ行ってたじゃん。それはダメ。ラブホ行ったの。ちょっとおしっこしたい。おしっこ行きたい。いや、大変だよ。おしっこ行ってくる。トイレ行ってください。多分化粧が違うんだろうな。ああ、ちょっとメイクしてない今。ちょっとやってる。ちょっとだけ。確かにちょっと嫌い気がしてる。まあお酒飲んでるとね、おしっこ行きたくなるからね。化粧してもなんか違うような気がするな。ああ、化粧でもしてるよ。一応アイシャドウと下のなんかやつ。髪も切れるんだね。そう、髪なんか美容コードって尖って受験者が切ってくれる。へえ、なんか女性はまた変わるんだね。男だと違うのかわかんない。女性とか切ってもらえる。男の刑務所とまた違う。あ、そうなんだ。赤ずがいなくなったら次ユリアさんバーだから、どっちか女2人しかいない。カレンちゃんなんで来なかったんだろう。嫌いだとか。カレンちゃんもね、なんか病んでるらしい。あ、そうなんだ。なんか自殺みたいな。そう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 。あと病気やしね。あの人もお酒飲みすぎで。カレンちゃんも来てほしかった。来てほしかった。カレンちゃん来たらちょっと危ないからな。あ、そうなんです。金梅ちんとカレンちゃん危ない。あとは姫ちゃんとかも会ったことありますね。赤ずと姫ちゃん今仲間だから。そうそう、別の機会がいいな。何なんですね。すごいね。一回見てみて。目合わせな。ほら、目と目が恥ずかしい。頑張れ頑張れ。これを乗り越えて、ほら目合わせ。ほら向こうがそらすまで見て。にらめっこしましょう。プップッそらしダメだ。はい、負け。ほらほらほら、恥ずかしい。向こうがそらすまで見ないとダメね。久しぶりの人と絡める。男なんて会えなかったでしょ、1年間。会えないもん。女しかいないじゃん。男は会えるだけでもなんか男に会いたかったでしょ。そうそうそう、その辺のハゲたおじさんだもん。こんなに見てるのは見返したらいいんだよ。女ですいません。これだけの美男子を前にしたらビビっちゃうよな。ビビっちゃいます、美男子たち。赤ずちゃんもね。そうですね、有名人ですからね、お二人ともね、いや、見すぎだって。ゆりあちゃんが今日は主役なんだからね。あ、なんか暗くなった。あ、どうした。なんだこれ、オフパコする気。映画館、これ大画面だから。どうした。これなんか真っ黒したら、こう、金梅ちんちょっとオフパコチャンスだ。ゲロ吐く。あれ、なんか真っ黒になったよ。真っ黒、なんだなんだこれ、暗くした。暗くなんてなったのこれ何ですか。お、ゆりあちゃん。何ですか。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーディアユリア。ありがとうございます。出生おめでとう。ハッピーバースデーユリア。ありがとうございます。イエーイ、元気つけてください。ちょっと待って。でもちょっと待ってね。違うよこれ。どうしました。かわいいしかない。食われてるじゃん。違う、食ってない。これこれ写真あげてる。食われてる。これ反対。これ赤ずがお金出して、普通のショートケーキに僕ちゃんと手洗ってキティちゃんが好きって聞いたでしょ、 LINE ダイビングとか。あ、なんか先リスナーさん、そうそうそう、これ食わない方がいいよちゃんと手洗って、これは食ったんじゃなくて、ここを普通のショートケーキだったのよ、いちご乗った、それをピーってやって、ここ2目作っていちごをやりました。サプライズです。これ分かるでしょ、この中途半端なものを渡してくれっていうのが。いやいや全然、何中途半端で、まず金バイチンがケーキ買うって言って買ってこなかったからね、だから用意したんですよ。私たち待ってどうしようって言って、暇やったから、暇だねって。本当はね、中野にあったのよ、キティちゃんとピカチュウ。でも閉まってて、でもどうしてもやっぱりサプライズしたかったから、自分で作りました。ありがとうございます。これもともとショートケーキだから食べたわけじゃなくて、こう耳作っただけだから。指でやるんだって思って。指でやるんだ。ちょっとじゃあせっかくなんで近めでも、潔癖だからちょっと引いてる。キンバイチンはちょっと食べれる。耳はこうやって、でも汚くないから、こねて食べれるんでね。バレンタインもさやったじゃん。あ、懐かしい。覚えてる？交換しました。お互い交換して。金バイチンもじゃあせっかくなんで赤相撲、金バイチンも映って。はい。オッケー。これまたゆりあちゃん送っとこう。ありがとうございます。これじゃあやっぱり。もっと近くで見たいってケーキ。でもなんか白飛びしちゃってあんまり見えない。そうだね。だから画像で送るよじゃあ。画像で表示してもらう。そんなものは汚くない。やっと先生が手塩にかけてもらった。そうよ、俺の手で作ったからちゃんと手洗って。俺が手を洗ってもんでキティちゃんの形に整えたの。頑張ってキティちゃん目指したから、こんな感じです。そう、ちゃんと目と鼻ついてる。すごいでしょ。リボンもかわいい。かわいいでしょ。せっかくなんで、じゃあせっかくだから金バイチンライターある？あ、じゃあちょっと誕生日じゃないけど嬉しい。せっかくやからさ、じゃあ電気消そう。もう一回。じゃあもう一回消そっか。そこにライター、そこに置いて。ちょっと遅い。33歳、ありがとう。誕生日いつだっけ？誕生日12月で、部屋で一人で寂しく過ごしましたよ。それってさ、じゃあ遅れてきた誕生日だ。じゃあゆりあちゃん、じゃあさせてもらって。刑務所で、刑務所でね、やっぱ寂しかったと思うんで、仲間っていいんだよって感じでね。自分が好きなとこにキティちゃんにぶっ刺して、キティちゃんぶっ刺して、もうキティちゃんの原型なくなっちゃうけどね。ぶっ刺して、ごめんねキティちゃん。キティちゃんごめんね、一番好きなキャラらしいんで。じゃあ金バイチンつけてもらおうかな。金バイチンつけて、俺ね、この誕生日パーティーじゃないもん、出所祝賀会なんで。ちょっと遅い誕生日で、その時はなんかケーキ出たりしたの？いやでもめっちゃちっちゃいどら焼きをなんかみんなで食べたみたいな感じですよ。あ、そうなんだ。12月の用意はしてくれないんだ。あ、そうなんだ。一応誕生日には入るよ。でもすごいちっちゃいです。へえ。これ全部つけてから撮ったり。あ、全部つけてから。あ、じゃあすごい綺麗。つける順番。これやば、危ないね、つける順番。燃えるキティちゃん。これ邪魔なんで、ちょっとこれごちゃごちゃしてる。ああ、すいません。キティちゃんが燃えている。いいじゃん。あ、可愛いね。いい感じに撮れてる。俺もちょっとこう。キティちゃん見えるでしょこれ。見えますね。ちゃんと。可愛い。意外と可愛くなって。意外に可愛いよね。これじゃあ吹き消してもらえますか。ああ、大丈夫。大丈夫ね。入ってない。どうやって振り消そう。いいですか。じゃあゆりあちゃん、1年間おつえご苦労様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。おかえり。おかえり。イエーイ。じゃあこれ一口目、じゃあゆりあちゃん食べてもらう。甘いもんもね。あ、全然。こんなん食えなかったでしょ、ケーキとか。甘いもん大好きです。大好きなんだ。バレンタインの時はね、なんかめっちゃ粉だらけの俺チョコもらっても食べたからね。ああ、すいません。フォークとかない。確かに。ああ、お箸しかない。ゆりちゃんいいよ。お箸いっぱい。手が汚れちゃう。ちょっと怒られちゃう。この床で拭けばいいんだよ。いや、ダメだ。出来になっちゃう。ダメ。このダメよぎも。これで裏で拭けばいい。ダメ。まあ、スプーンで食うしかない。俺だって深夜町に来た時鼻くそテーブルにやめとけややめろ痕跡を残していくな。なんか前の家の外でなんかおしっこしたのか。そうだよ、ね、あんなもん気にならないよ。鼻くそがテーブルの下につけてくる。やめろこれじゃあ一口目はじゃあゆりやちゃんどうぞ。1口目はこれ高かったからね。あ、そうなんですか。3500円ぐらい。値段言う本人の前で赤面出したんで。そういうところが下水よ。チョコとグミは俺が払った。あ、安かった。このあとキティちゃんの形にしたのはやっちょさん。そう、俺はやっちょさんの労働。 TikTok で撮ったらまた載せるわ。いただきます。イエーイ。なんか思ったより美味しい。あ、本当に。やったー。いや、なんか塩だれなと思ったら美味しい。これまあ食べる人はまあ普通に。はい。けんばちゃんいらない？あ、ちゃんと食べてくれた。食べされたらやらなきゃ。潔癖なんです。結構美味しい。でもちゃんと手洗ったからね。あ、ナイスパッチャー。あ、ナイスパッチャー。まあゆりやちゃんもでもね、配信食べてほしいよね。だからあ、俺も美味しい。どっか食べたいの。あ、いちごのとこくれんだ。やつはやないと思わなかった。せっかくで開かずにも。開かずちゃんどうぞ。よくわかんないけど頑張ってゆりやちゃんね。口開けてる。口開けてる。まだ食べたいって。いやだ、もうエイズする。誰がエイズ。エイズ誰かいいの。ワクチン打ってるでしょ。誰エイズ。みんなワクチン。コロナでしょ言うなら。あるのか。あります。ワクチン打ってやつエイズだから。どういうこと？あ、変な。あ、YouTube で言わないで。ワクチン陰謀論信じて。ダメよ。ワクチン陰謀論YouTube ダメなんだって。YouTube バンなんだ。ダメだ。そうそう。俺一回それ取り上げたらダメだったんで。そうなんか赤くなってブツブツなったりとか死んだ人いるって言った。YouTube ダメらしい。厳しい。そうだからパニックになるから世間が。国が推奨してるやつは否定しちゃダメ。それもそれで情報統制どうなんだって思う。ダメダメダメ。もうね厳しいから YouTube はふわっちしかできないのか。ふわっちもダメだと思うけどね。ふわっちはできない。ゆりやちゃんなんかあれだね、なんか金米飯買ってきた海鮮丼とか。あ、今ちょっとお腹いっぱい。いっぱいなんだ。いっぱい。ゆっくり。いや、さっき食っちゃったよ。もうピザしかの。ピザか。なんか頼む？いや、まそれはもうお腹いっぱい。もういいでしょ。いや、お寿司とかあるけど、金米飯食べるなら出すけど。お寿司あるのよ、食べたい。お寿司買って。ああ、食べようかな。ゆりやちゃんもお寿司食べないって言ってたから。もうちょっと時間経ってから。ちょっと時間経ってから。じゃあもうちょっと時間置きますから。とりあえずサプライズ。赤石はこっちおいで。ダメダメダメ。ダメ。赤石はこっちおいで。別にこう今のわけじゃない。師匠が許さないから。だからみんな帰るときに赤石は持って帰らすから。ね、それでいいでしょ。だここはやめて YouTube だから。金バイチンのスタイルでやるんだったら金バイチンは連れて帰るから。あ、いいよ。それはだから野鳥ガールズだからちょっと開かずに言っとくから。それでちょっとね我慢して今。裏で。もう明日には深夜鳥クソだって言って。なんで俺にそんな憎しみあんの。いや、それは開かずの意思で。それ断れたことはね別にね配信じゃなくて。ゆりやちゃんありがとうゆりやちゃん。そう。金前さんに対してはずっと会いたいなって気持ちあったり話したいなって気持ちあったり。どうぞ。優しい。おいしい。あ、お泊まりセット持ってこなかった。おい。あ、ごめんなさい。ティッシュティッシュ。すごいここ汚れてんだけど。あと掃除せなあかんわ。これ食いなこれ。ゆりやおかえりは。最後に食べる。最後に食べるか。手だと汚れちゃうから。これうまいな。あ、美味しそう。カニパンさんは帰っちゃった。なんかどっかホテルなんか10日ぐらい静岡からこっちにいるみたいで泊まってるらしい。しばらくいるんや。すごいよなカニパンもな。でもなんかもう離婚されそう。なんかもう疲れ切ったらしい今日。逆にされそう。逆にされそう。まあでも助けるために。してくれたようなもんだからね、自分の経営。なんかうちがいない時はもう放送で宣伝してくれたりとかしてたみたいな。そうやんな。だからカニバンいなかったらゆりやちゃんとか誰もやる人いなかった。見てくれなかったかもしれないです。で、俺もなんか情報来たら取り上げてたけど、なかなか話題する人いなかったからね、やっぱ。カニパンのおかげっていうのは。本当よ、感謝せなあかんよ。恩返ししないと。でもゆりやちゃんはカニパンさんのこと好きではないんです。まあなんかライクで普通に感謝してるって感じだけど、ぶっちゃけラブではない。あ、そうだ、ぶっちゃけ。新米さんはラブ。あ、ラブです。即答。そうなんだ。そっか。新米チンだね。なんでエッチしようと思わなかったの？誰、カリパさんと？うん。いや、しないしない。したいと思わなかったの？いや、思わない。思わないのか、思わなかったらしょうがないな。まあお互いよく分かってないっていうのもですね。めっちゃ面会来てくれたね。でもなんかカニパンさん見たかにユリアちゃんのこと好きみたいな。ああ、なんかうちのガチ恋だったっていうか。ガチ恋。見せ習って。100何回も来てくれる人なんていないよ。愛の深さなナンバーワンよ。そうね。マジガチ恋。うん。だからそれを言った方がいいけど、自分が叶わない恋愛するより、自分のこと好きになってる人を好きになった方が絶対幸せになると思う。確かに。それは。片思いってしんどくない？ですね。金バイチンしろナーボーにしてもさ、ああかわいい。新やっちょいつも言ってるな。うん。だから俺は行かない。やっちょさんは愛されたい。そう。だから勝てない戦はしない。俺は寂しくなるから。どんだけタイプでもね。好きになってくれた人に行った方がいい。そう。そう。自分が愛されることで幸せ感じるから。自分が愛してこう帰ってこないなら逆に辛いんだよね。そうですよね。だからそのユリアちゃんが毎回辛い恋愛ばっかり選んでるから。ああ、ナーボーとか。そうだから今目の前にねカニパンがいるのに、そこ選んだ方が絶対に安泰ですよね。うん、好きになってくれてるわけで何してもさ、そこの方がいいと思うけどね。そうですね。難しいよ。俺も思うね、それは。でしょ？カニパンちゃんが一番いいと思うよ。でもユリアちゃんがそういう感じ。お金持ってるし。うん、しょうがない。でも好きになれないとね、幸せにもなれないっていう。難しいよな。まだちょっと遊びたいっていうのもあるんですよ。33で1年間男遊びできなかったって。確かに。結婚してるからね。結婚すると終わっちゃうじゃないですか、そういうの。許してくれるでしょ、カニパンさん。ああ、まあまあまあ。逆にカニパンとエッチはできないな。で、今すぐには無理かな。好きになったらできるかもしれないけど。性対象ではない。ではない。でも私も今好きな人囲いなんですよ。あ、そうなんだ。そう。もともとバック投げ師だった人。あ、リスナーさんみたいな感じなんだ。そう。その人が好きになったの？そう。じゃあ絶対いけるやん。いけるってわからない。いけるが何かわからないけど。そういうこと付き合ってんの？付き合ってはない。どういう感じ？だってバック投げしてくれるぐらい尽くしてくれてるわけでしょ？一昨年ぐらいほとんどその人課金で生活してたみたいな。その人と会ったことあるの？4回か5回ぐらい会ったことある。セフレみたいな感じじゃん。セックスしたことない。うん。でもその人が好きなんでしょ今？好き。なんで体に関係は求めないんだ？いやもうリスナーと配信者でいるからセックスはしないって約束したの。ああ。でだけどたまたまその人が泊まってるホテル行くことになっちゃった時があって、いろいろあって、その時に。ちょっと手間までした。あ、そこまでやったんだ。けど、やらないって約束してたから、寸止めで終わったんだけど、そう、好きみたいな感じになっちゃった。あ、でもやっぱね、肉体が足りなかったんだよ。肉体？うん、これぐらいじゃないと。もういいって、乳首もダメなんだって。おへそ。てかまたお腹がまた育ってきてるよ。また痩せたのに。これぐらい腹筋が育って。また太ってる。腹毛剃ってます？剃ってるよ、チンゲン。すごい、ぶつのソリアと。その光景、もういいって。役所さんも腹毛剃ってるんですか？いや、今剃ってない。ちょ、見たい。ちょっと腹毛見たい。またなんか、つぶやかれるから、この人。ね、だって、ほら、金前さんはちゃんと腹毛剃ってきたね。温泉行ったら、こうやって、金玉の裏とかこう、剃ってるから。で、俺が剃らせてって言ったら嫌がるんだよ。それは金玉の裏はね、デリケートゾーンだからね。すね毛でもいいから反らせてって言ったら嫌がる。ダメだって。だから終わった後でいいじゃん。ここでやる必要ないじゃん。だから金バイチンの枠でも YouTube ライブが倍になったら終わりだ。おい平国きやろお前。おい平国ケーキが臭くやめろよ。ちょっとタバコ吸っていいの？あとタバコはね、どこですか？この灰皿ここにあるから、これね、外に行きましょう。で、これやって、今何見て。わかんない。やっちょ先生はほら、閲覧が少ないと減らっちゃうから、いつも見えないようにして。あ、そうなんだ。YouTube ライブ、YouTube 見ればわかる。気になってるから、灰皿だけ落ちないように、そこの、ここに。いや、嬉しいよ。そう、シャバの自由を満喫するんだ。シャバだ、シャバだ。いや、私は表じゃないけど、ごめんなさい。2187年。おい。ここにあるの。何も見てんのか。じゃがいもに似た人。おい。見てんのか。お前来いや。2187年。またナーボーなってるんか。スペシャルゲストのナーボーさんだって聞いたんだけど。サプライズで。なんかやべえや。ナーボーだって電話出なかったじゃん。何かを悟ったな。何が？何かを悟った。ナーボーさんが何かを悟った。ナーボー今何してんだ？活動してないですね。してないんだ。危ないなあまた。また危ないよナーボーナーボーって言ってたら。いや言うだけだ。でももう接見禁止終わったんだったら大丈夫。ダメだよそういう悪いこと教えなくていい。罪にならないで。ゆやちゃんはね、素直だからね、すぐやっちゃうから。私もなんか依存しがちだから、ストーカーしちゃう気持ちわかる。ああ、そうなの。俺がちょっと悪知恵教えたら、なんか全部俺のせいになるからね。そう。2位でしょって言って、ずっと2位、2位って言って、その度に俺のせいになるからね。ああ。ね。で、電車であれ止めた時も、なぜか俺と一緒のサムネにしてさ。あ、なんかすいません。そういう時だけ俺使って、金バイチンじゃないんだよ。金バイチンとの画像をすればいいのにさ。いやなんか俺がやってるみたいだった。あ、俺だった。そういう時だけ俺なんか。違うよ、たまたまやっとさんの写真しかなかったって使わせてもらって。あ、それでね。でも俺はフリー素材やから、自由にやってって言ってたからな。すいません。あまあ、全然いいけどね。そんな、閲覧青い時俺の顔広まるから。いやいやそうだよね。まあ、バンにならないようにしなあかんよ、ゆりやちゃんは。どんどんできるとこ少なくなってくるからね。そうですよね。今日もツイキャスもうちょっとできるかと思ったらもう15分でもらしいね。一瞬。あとアカウントね、作り直すのやめときなあれ。ああ、よくないですか？そう。それでやると、ほんまにエヴァなんで。あ、そうなんだ。でもう、あれ、もう使っちゃダメ、ツイキャスのアカウント。ツイキャスって、ここからここまでって、バンの期間って決められてるから。あ、そうなんですか？でもね、A版でも。